ふんころがしがいる。はい。敵ですな。ふんころがし。あんなところにいたら中には入れないだろう。さっさとやっつけてこい。やられたらもっとお仕置きだからな。あ、でも一応一緒についてきてくれんの。さあさあ、辰参りの善良なる村人の皆様、毎日お仕事ご苦労様でございます。ジャック RXY、 ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、 R です。マザー3実況プレイ、前回の続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで前回はダスター編の第2章が無事に終了しまして、3章が始まったというところで終わりました。で、まあ、今回は3章ということで、こちらお猿のサルサと後ろのなんだっけ名前忘れましたが、この2人の物語をやっていきたいと思います。ふんころがしがいる。はい。敵ですな。ふんころがし。はい。あの人の方が攻撃力強いんだよね、この広大な砂漠。うわあ、名前が分かんない。名前をすっかり忘れてしまった。おお、好みパンだ。うんころがし。オッケー。欲歯だ、欲歯。今思い出したけど広いね。オアシスがある。飲んでみますか。はい、元気になった。イエス。あなたは。我が輩はふんころがし隊だ。ふんを持っていないからふんころがしではないのだ。切ないのだ。もしどこかでふんを手に入れるようなことがあったら、ぜひ我が輩に持ってきてくれ。いつでもここにいるから持ってきてくれ。ありますよ、ふん。転がしてよ、どんなふんでもいいよ。はっ、取り乱してしまった。ふんを持ってきてくれたのか。くれるのか、ただで。ありがとう、ありがとう、ありがとう。うおー、転がすぞー。砂漠の果てまで転がすぞー。5の経験値を得た。おー、レベル上がったぜ。あ、まだあるよ。伝説の50! やった。まだあるかな。もうない。オッケー。普通のふんころがしとは違うのね、あの子は。この人は背後が取りやすい。オッケー。ふん、これは星肉。あれだ、あれを目指せって言ってたね。はい、オッケー。ふん、ひたすらふん。年代物わかんないな。どんどん上がりますな。あ、また開いた。オッケー。ひたすら踏んだね。走り玉だ。この人は？あ、強い。オッケー。オッケー。よし。踏んがどんどん手に入るから。ふん転がしたい。はい。ちょっとふん臭い。はい。
来んな。こっちのエリアは？こっちから行ってみる。おー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 おおお、なんだこいつは。サハラ。タラタタラタタタ。オッケーイ。おお。広いんだ砂漠。あそこにプレゼントボックスがある。高級バナナ。なんだ高級バナナじゃないか。おいバカザル、お前には高級バナナはまだ早すぎる。よこせ。え、おちょちょちょ、よくばちょ。ああ没収された。最悪や。あ、また復活してる。サラサラサハラ。えな。欲張に食べられなきゃいけない。嘘。初めてだ。背後取られた。うわぁ。オッケー。ムシムシキラー、なんか昆虫系に効くのかな。砂トカゲ、オッケーですね。でもあんまり経験値は手に入らないね。え、なになにこれ。大終わり地獄。サルゲイ、謝る、受けを狙う、踊る。やばいな。おーおー、倒した。強そうだったけど。広いね砂漠。うわ最悪だ。終わり時刻。ちょっとオッケー。レベル上がったぜ。星肉アイテム使うか。好みパン。砂トカゲ、はい。ふん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 。オッケー。ふん。こっちだね。うわ。なになにこれ。いっぱいある。ふん転がしたいにあげればいいのか。ちょっと待ってー。うわうわー砂トカゲ。たたたた。欲張がやっぱ強いな。悔しいな。回復します。はい。なかなか普通の風なんだな、これ。もうない。んーで、こっち。こっちだな、多分。うん？カエルさん。砂漠にカエル？実際非常に乾燥したアフリカなどの砂漠地帯にもサンドフロックなどある種のカエルが生息している。雨が期待できない寒気には地中に潜るなどして乾燥を防いでいるのである。そんなカエルさんでございます。目が回る、助けてケロ。え、ああよし、飲みのお守りだ。カエルさん、目を回してるうちに僕ちょっと気持ちよくなりかけてました。危ないところを助けていただいてありがとうございました。ついでにセーブしておきますか。はい、セーブします。はい、セーブしました。お気をつけていってらっしゃい。次会うカエルによろしくね。はい、装備しましょうか。
となると他に道は？あ、あった、走り玉だ。ふんころがしがおる。おつえ。気まぐれとはいえ、はい、ふんころがし、オッケー、ふん、ここだよね。な、なんだあれ、サボテンが生えてる。おい猿、あそこにいるのは砂漠一凶暴なサボテンウルフだ。あいつがあんなところにいたら中には入れないだろう。さっさとやっつけてこい。やられたらまたお仕置きだからな。あ、でも一応一緒についてきてくれんのね。ボスだ。踊る。おお。痛い。走り玉。よいしょ。やばい。干し肉食べて。サボテン頭突き強いな。やばい。あ、ガードしちゃった。切るダメージは減ったけど。サルマネ。オッケー。いいね。干し肉を食べて。サルマネ。サルマネ。はい、来たぞ。おっしゃ、おっしゃー。簡単。143。おっし。星肉。あ、消えた。この中入れんの？おお。入れ。はーい。いた。これ、地下すごいね。ここなんだこれ、ムシムシキラー。あ、あれだ。こんなとこにもやはりいるか。強い。あ、地図だ。地図はこうか。うわ、広いっていうか長いね。向こうに行けばいいのか。でもあそこに入ってまだゴールじゃないんだ。強い。おーおー、おい、バカザル見ろ。なんだい、フォークビーンというハイテクな乗り物だ。こいつに乗ってこれからひどく文明の遅れた竜参りという村に行く。歩いたらとんでもない距離だが、このフォークビーンならばぬへという気持ち悪い間に到着するはずだ。はい、そこから下に降りるんだ。ちょっと待ってね。ああ、すっごいカプセル、ありがとう。星肉、昔のバナナ。敵一体を滑らせ転ばせダメージを与える。回復しましょう。OK。 セーブをします。はい、セーブしました。下に降りろって言ってたね。まだ乗るな。はい、走行中のポークビーンを止めたいときは B と書いてあるボタンを押すんだ。止まった状態でもう一度 B を押せば降りることができる。はい、はーい。おお、すげえすげえすげえ。
おー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 、すげえ、なんだこれ。おー、でもね、ちょっと待ってね、あっちの方にもなんかあるんだよね。あっち行ってみようか。てかこんなハイテクな乗り物あるんだ。こっちは何もないのね。おー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 、もう一回。ひよこのバンダナ、好みパン、ひよこのバンダナ、戦車が止まっとる。カエルさん、いえ、はい、どっちから乗り込んでんねん。なんかいるね、ムシムシキラー。あそこにも箱がある。走り玉、なんか書いてあるね。室内で走り玉をなるべく投げないでください、煙くなるので。いいえ、使います。え、ネバネバール、はい、強い、うえー、オッケー。たたたたた、はい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 、オッケー。すごい経験値だ。力のお守り、これどこに出るんだろう。ひよこのお守りはもういらなくなったね。飲みか。どこだ？あれ？お墓じゃん。この墓場の南の村にヤードルという豊まれる場所がある。そこに向かうぞ。ここお墓じゃん。おーおーおお、普通におる。ひなわのお墓があるはず。やっぱりそうだ。フリントの妻、双子の竜とアレックスバイの母親、アレックの娘、永遠に美しきひなわ、ここに眠る。ひなわ、お宿に行きますか。はいはいはい。おお、ゾンビレーディー、ここでダスターとぶつかったってことかな。あ、この人。いや、これはこれはいかがですか。私の差し上げたその素敵な袋は気に入っていただけましたかな。なんだよ、クバさんか、脅かさないでくれよ。一体どのくらい入ってるのか今数えていたんだ。ぬはは、泥棒に盗まれたリセヌよう十分に気をつけてくださいよ。その泥棒が現れるってことだ、やっぱり。おう、よそ見をしておった、すまんすまん。すまぬが先を急いでおるんだ、これで失礼するよ。ダスター編とつながっている。ほれ、サルちゃん行くかの。ダスターで、この後どうしたかなんだよね。あー、見ろよこの袋、何が入ってると思う。金だぜ金、知ってるか金。何言って、お前金も知らねえのかよ。まあ俺も詳しいことはよく知らないけどさ、何せ竜参りにはなかったものだからな。これから金の時代らしいぜ。ん、金の時代ってなんだ。え、豚と取り替えたんだよ、旅の男と。
そいつやたらうちの豚を気に入ってくれてさ、これと交換してくれって泣いて頼むんだ。妙な話だと思ったんだけどな。俺はあいつを信じてみることにしたよ。仲良くなって損する相手じゃないね。ああ、隠し場所聞いてたんだね。とにかく俺がもらったんだから俺のもんだよな。何も知らないやつに持っていかれると困るから、こうして井戸の中に隠しておくんだ。出せた、絶対に秘密だぜ。こいつ見てたんだねえ。いや、手に入れないでおこうぜ。宿に泊まるのね。宿賃はおいくらですかね。あ、宿賃おいくらとかないんです。どうぞ泊まっていてください。あ、そうなんですか。でもこういうものもあっても邪魔になるものじゃなし。そうですか。まあお言葉に甘えていただいておきましょうかね。ドアストッパーに使えるかもしれませんし。真ん中のお部屋ご用意しましたからね。どうぞごゆっくりお休みくださいね。どうもありがとうございます。まあこういうお金の概念がない方がいいよね。ほれサルサちゃん、ありがとうわ。キャーかわいい。それでは失礼して。さあサルサちゃんを、サルサちゃんをお部屋に行きましょうか。裏表が激しすぎる。いない人ばかりよ。います。うん。あら、こんばんは。カエルさんがいる。明日からしっかりと働いてもらうぞ。分かったらもう寝ろ。かわいそうに。なんだ。おーおーおー、起きんの早くね。ちょっとセーブします。はい、セーブしました。さあ、欲はどこに行ったんだ。誰もいない。ん、そうか、おそ平城に着いたか。夜明けを待って突入しろ。こっちは順調だ。何？城の前で他の人形を見かけただと？見かけただけか。ならそのままでいい。どうせ村人が酔っ払って道にでも迷ったんだろう。足を引きずっている男だと。そいつなら俺も見かけた気がするな。髪が茶色くて暗い感じのちょっと口臭のある貧乏臭い男だろ。ダスターだな。気にするな。ああ、任せる。守備よくやれ。うわ、お金盗むんだ。うわぁ。え、どうすんのこれ。お部屋に戻るの？開かないじゃん。あそこに行けってことなの？うわぁ、ダメ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 。やぁ、ダメダメ。俺から逃げられると。ああ、思ったのか。ああ、だからお前は。バカザレだって言うんだ。わかんないじゃねえ。何度も言わせるなよ。部屋に戻って寝ろ。棒読み。二度と面倒かけるなよ。なんだその目は。笑え。仕方ないな。しかし逃げるにしてももう少し知恵というものを使うやり方もあったろうに。変装してみるとか、足音を立てないようにするとか。猿にはそんな知恵はないかね。バカにしすぎじゃないか。ん？フラッシュバック。
ガールフレンドが連れ去られ、蹴られ、お仕置きを受け、散々だね。ああ、いつまで寝てるんだと。いいか、とにかく楽しそうに芸をし続けるんだ。面白おかしく動き回って村人たちの気持ちを和ませるんだぞ。うまくやったらお前を自由にしてやるし、姉ちゃんザルのところに返してやるからな。約束を守ってくれるのかな、こいつ。見物企画を退屈させたらまたお仕置きだからな。はいはい、ありがとうございました。なんだ、なんかやるのか。あ、ライトとフエルだ。さあさあ、辰参りの善良なる村人の皆様、毎日お仕事ご苦労様でございます。本日は皆さんの幸せについての素晴らしいお知らせをお伝えに参りましたのでございます。青い空、白い雲、実る作物、小ゆる家畜、仲良し家族に心優しい隣人、この村には素晴らしいものがたくさんございます。でもどこか物足りない。明るい毎日に忍び寄る小さな不安、本当にこのままでいいのだろうか。もっともっと楽しい人生が私にも僕にもあったんじゃないだろうか。そんな疑問をちょっぴり湧いてきちゃうこともないわけじゃない。身の回りには今まで見たこともなかったような不可思議な動物がうろつき、空には巨大な風船のようなものが飛来しております。どうした、どうなってるんだ世の中は。さらに、さらにでございます。風の噂によりますれば、近い将来には森も林も焼き尽くすような雷が毎日のように襲いかかってくるという話でございます。あ、お笑いになりましたね。まさかそんなことがと大思いになりましたね。私はこの話きっと現実になると考えております。みんなどんどん離れてってるよね。こんな時こそ幸せになりたい、ニコニコ笑って暮らしたい、それが人間というものじゃございませんか。はい、ここでびっくりラッキーチャンスでございます。幸せは簡単に手に入るのでございます。いや、そうではございませんよ。みんな今だって十分幸せだよ。はい、うちの可愛いお猿のサルサちゃんが楽しそうに踊っておりますが、なんとこのサルサちゃんも幸せの一足を先に手に入れたお猿なのでございます。このサルサちゃんがいかにして幸せというものを手に入れたのか、ご興味とご関心のある方は元気よく手を挙げていただきたいと存じます。幸せが欲しい人、はい、サルサちゃん、幸せが欲しい良き人々のお名前を一人一人聞いてちょうだいませね。皆さんはそのままお手を挙げててくださいよ。通れない、邪魔。アボトと申します。いろいろ集めるのが趣味で、子供の時からまあいろいろ集めてきましたが、なんていうか今回もね、こう説明しにくいけど集めようと。幸せのね、それを、幸せってやつを一度見てみたいしね。予作さん、ああ、イサクか。俺はイサク。そんなに簡単に幸せになれるのか、試してみたいだけさ。私、アビー。夫のアボットを尊敬しています。
幸せってなりすぎても困るものじゃない、ないじゃない。俺はビフ。なんだかよくわからないけど、もらえるならもらってみるよ。皆さん、私たちは一人でも多くの方々に幸せになっていただきたいのでございます。今手を挙げなかった方でも、後でゆっくり考えて、やっぱり幸せが欲しいとお思いになったら、遠慮なくお申し込みくださいませ。では本日のショーはおしまいです。幸せがこの村にあふれますように。イエース。ごきげんよう。さあ、サラサちゃん、ヤードに戻りましょうね。おう、俺だ。どうした、例のものを見つけたのか。なんだと、城の中に他の人間がいた。追い払ってしまえばよいではないか。何、手強くてできない。わかった、こっちが済んだらすぐに向かうから、それまでに必ずあれを探し出しておくんだぞ。いいか猿、墓場に問題の幸せの箱が隠してある。それをさっき名前を聞いた奴らの家に置いてくるんだ。アボット、アビー、ビフ、イサクの4人だったか。奴らの家、知るか、自分で探せ。配り終わったからといって逃げようなんて思うなよ。ちゃんとこの部屋に戻ってくるんだぞ。あ、何、一人で行かせんの。23分くらい以内にできなかったら、お仕置きをもっと厳しくするからな。そうなったら黒焦げどころじゃないぞ。もし逃げたり逆らったりしたら、あっちの姉ちゃんザルの方にもお仕置きするぞ。わかったな。わかった、さっさとやれ。22分くらい以内に配り終えたらバナナでもくれてやるぞ。飲まず食わずではあまりにもかわいそうだからな。ありがたく思うよ。ぬへへへ。はい、というね、ちょっと欲張にイライラし始めているところなんですけれども、今回はこの辺りで終わりたいと思います。まあ、この欲張が明らかによからぬことを考えているのは確かなんですけれども、サルサはいつまでこの欲張の意味のわからない活動に強制させられるんでしょうかね。まあ、これから先もやっていきたいと思います。というわけで以上 R でした。ご乗車ありがとうございました。もしよければ他の動画もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしていただきますと最新の動画が見やすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。またブログや実況プレイ、プレイリストの URL が動画概要欄に貼っておりますので、そちらもぜひご覧になってみてください。というわけで以上 R でした。